合衆国サウスカロライナ州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は38万4504人であり、2000年の32万677人から19.9%増加した。州内ではグリーンビル軍に次いで人口第2位の軍である。軍庁所在地は州都でもあるコロンビア市であり、同軍で 人口最大の都市でもある。サウスカロライナ州の人口重心が軍内にある。リッチランド軍はコロンビア大都市圏に属している。リッチランド軍はその肥沃な土地にちなんで名付けられたと考えられている。1785年に広大なカム電地区から分離して設立された。とのと七百九十一年にカー将軍を設立するために軍域の小部分を割上した。 1786年、それまでチャールストン市にあった州都を州の中央に近い場所に移すことを州議会が決めた。地理的重心にあるリッチランド軍が選ばれ、新しい町、コロンビアが作られた。周辺にあったプランテーションからメンパがコロンビアを通って積み出され、後にはコロンビアに繊維工場ができた。南北戦争の間の865年2月17日、 ウィリアム・シャーマン将軍がコロンビア市を占領し、その兵士が町と軍の一部を焼いた。1917年、軍内にジャクソン砦が設立された。アメリカ陸軍では最大かつ活動的な初年兵訓練センターになっている。リッチランド軍は11人の委員による軍政委員会によって統治されている。委員の任期は4年間である。形式としては、軍政委員会。 管理官方式であり、委員会マネジャー方式に大変よく似ているが、最も大きな違いは、主席行政官の肩書きである。2008年3月、リッチランド法案幹部は0.50、後継機関銃を装備した装甲兵員輸送車を取得した。その装備は、雑誌、リーズンから、過剰装備だと批判された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は772平方マイルであり、このうち陸地756平方マイル、水域は15平方マイルで、水域率は1.98%である。位置的にはサウスカロライナ州の中央にある。軍内には自治体が5つある。州都コロンビア市とフォレストエーカーズ市、およびアーモ、ブライスウッド、イーストオーバーの各町である。教育学区は三つあり、 1> 第1、第2地区及びリッチランド歴シントン第5地区である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。サウスカロライナ州共生省がコロンビア市と軍内に本部を置いており、いくつかの共生施設を運営している。ブロード川共生施設、グッドマン共生施設、カミル・グリフィングラハム共生施設、スティーブンソン共生施設、及びキャンビル釈放前センターである。 グラハム共生施設には女性死刑囚を収容している。ブロード川共生施設には州の処刑室がある。1990年から1997年まではブロード川共生施設に男性死刑囚を収容していた。軍内の公共交通はセントラルミッドランズ地域交通公社が担当している。ありがとうございます。